本日は IWCA2016 Day 2の模様をお送りしております。さあ、インターバル中にはあゆさんによるインタビューもご覧いただきましたが、なんとですね、日本選手たちに迫るあゆさんの番組オラアイズが現在、YouTube にて公開されています。リンクはですね、今ご覧になっているツイッチページの下の方にですねありますので、そちらからぜひご覧いただければと思います。最新話は明日朝8時に公開だそうです。さあ、レボルさん、はい、その中ですよ、まずはアサシンモード一戦見てみてどうですか？まあ、どうでしょう、僕見ていると、東南アジアの大会で行われるキルゲームや CIS の大会で行われるキルゲームがこう見れたというような感じで、非常にこうテンションの高い、そしてキルが何度も何度も発生する、見ていて面白い試合も、そしてモードなんだなという感じを改めて感じましたね。タンクがいないとこれだけキルが起きるんだとあと、なんだかんだ結構チャンピオンプール実は広いんですかね。どうなんでしょうね。ダンブルドッチ選手カタリナ使いこなしてましたが、まあ、やはりこう年数を重ねているプレイヤーですから、あとは LOL のトッププロを目指すのであれば、一つのロールだけではなく他のロールも触って LOL というゲーム全体に対する理解度を深めていかなければなりませんから、その過程の中でチャンピオンさまざま触っていたというところもあると思いますね。まあ、チャンピオンもまあ何を選んでくるのかっていうのも一つ楽しみではあるんですけど、まあ、なんかこうアイテムもなんかこうチョイスが人によってこう全然違ったじゃないですか。まあ、そこはやはりまずは通常のサマーズリフトではないということ、相手にタンクが おらずなおかつカウンターのアイテムもあまり変われない、カウンターのアイテムも変われたとしてもアビサルであったり、あとは途中フローズンマレットがありましたが、あとはトリニティフォースとかちょっとした本当にちょっとしたカウンターアイテムでしかないですよね、そういったアイテム群でいうと。ですからそういったところでビルドが変化しているっていうのはあると思いますが、ヨウムから買ったりだとか、その後トリニティフォースに行ったり、ゼロでトリニティフォースに行ってたのもちょっと面白かったですし、そういったところのビルドを非常に興味深かったですね。ただし見ていてこう全体的に思ったのが、やはり AD チャンピオンはステータスがアーマーペネトレーション、物理防御貫通のステータスが脅威というステータスになりましたよね。脅威というステータスはレベルが相手のレベルが上がれば脅威とステータスがどんどん上がっていくというタイプのステータスですから、スノーボールタイプのステータスではないんですよね。一方で AP チャンピオンのアサシンのマジックベートレーション、魔法防御貫通のステータスはそういった制限はなく今まで通りですから、ステータスの能力がそのまま手に入るとなると、スノーボールの能力でいうと今は AP タイプのアサシンの方が優れてるのかなという印象を強く受けましたね。これは南ラテンアメリカのスターターですね。となるとですけど、例えばですけどフル AP とかそういう形になりますかね。先ほど見ていて、印象深かったのはやはりダイアナですよね。一方でカジックスやゼドもキル取っていたんですけどね。そのところ今見えている日本代表ですけれども、まあ、どういうチームにしていくんでしょうね。セロス選手はチャンピオンプールは非常に広い、ダラ選手はタスル選手もメカニクスの面で優れていますし、ダラ選手は何度かこういったモードのところで、チャンピオンプールの広さを見せてくれてますから、ただエビ選手とハリチ選手、ちょっとあまりそういった印象がないので、どういったチャンピオンピックするのか非常に楽しみですね。特にハリチ選手がどういったチャンピオンピックするのかかなりワクワクしてますね。朝日今先ほど出てません、例えばベインはまあ AD ではありますけど、メインロールがアサシンでなければダメというのであればちょっと難しいですよね。できないということですね。ですから先ほどのようにアーリを AD のように運営していくのかとか、もしくは他のチャンピオン軍ですよね。なかなか難しいような感じもしますけどね。まあサポートのダンブルドッチがカタリナを出すぐらいですからね。それとやはりこう通常のサマーズリフトへのアプローチとは違ったものになるのは間違いないですよね。あとはブラインドピックということもあって、まあこの、まあ、何日間かで練習しながらなんかこうこれで行こうぜみたいなのを考えてるんじゃないかなという気もするんですけどね。バンやピックで全く制限されないですからね。ここのところどれだけ準備できていたのか、まあ、どういったチャンピオン、まあ、自分が使いたいチャンピオンを使うのか、少し構成を寄せていくのか、例えば同じアサシンにしても、範囲攻撃に特化
範囲攻撃をある程度持っているタイプ、例えばダイアナであったり、あとは先ほど、ピックされませんでしたがエコーであったり、そういったところは非常に範囲攻撃特化していますよね。一方で先ほどピックされていたゼドのようなチャンピオン、あとはカジックスもそうですね、単体攻撃に特化してますよね。ある程度こう単体攻撃か範囲攻撃か寄せた上でピックした方がいいのかなという感じもしますが。さあ、ドラフト始まっているようです。ブルーサイドが南ラテンアメリカ、レッドサイドが日本代表となっています。ハッスル選手のカジックス楽しみですね。いや、相当アグレッシブですよ、これは。レンガーではないんですね。タス選手、レンガを使って LGL でチームキャリーしていたシーンは何度かありましたが、カジックスはあまり例がな見たことがないので、非常に楽しみですね。先ほど、クリスタル選手の、カジックスの進化は急進化でしたが、W なのか E なのか R なのか、それともはたまた Q がいいのかといったところの、その、カジックスの進化先の確認といったところも楽しみですし、そしてレンガーと VS カジックスですから、これイベントが発生しますよね。イベントというかクエストですか。そうですね、ストーリー上で非常に関係性の深い2体のチャンピオンですから。これクエストのところで勝てばカジックスは全て進化できると。一方レンガーはスタックが5から6ですか。6になった時に確か40%でしたっけ、 AD が上昇する。5スタックの時点で30%なわけです。それを上回るだけのスタック手に入るというところで非常に強化されますからね。この1対1のクエストといったところ楽しみですね。相手のこう首をね、取り合うという あいつを倒したくてたまらないんだというストーリーを持っているチャンピオン同士です。そしてハレッジはどうやら、アーリーもね、しかしたらこれは先ほどのように AD 運用。どうなんでしょうね。ちょっとそこは分からないですけどね。ただ、たわいのダメージが一応 AP タイプのチャンピオンでも出ることには出ますから、さらにベースダメージがやはりスキルファイターであることを考えると非常に高めなので、AP に寄せていくのもいいのかなという感じもしますね。さあ、お互いのマッチアップこのようになっています。おー、ヘイラー選手が、あかりですか。リメイクされた、チャンピオンのアップデートが来たチャンピオンですね。そしてエビが、ここでパンテオンですよ。まあ、エビ選手はパンテオンだろうなとある程度予測できていましたが、先ほど、これ使うだろうなという感じを見ていましたね。さあ、それではアサシンモードによる2試合目です。IWCA2016 Day 2マッチ2、南ラテンアメリカ対日本代表の試合、スタートです。そして、インベードを狙ってますね。さあ、ベアが集団を切って、まずはダラにスタンをかけています。ダラ素早くブリンクを取りました。ブッシュから飛びついてセロスにダメージは入りますが、ここはキルにはつながりません。サモナースペルも日本代表すべて温存できました。プルゴのフラッシュ、ベアのフラッシュ、この2つがダウンです。さらにスタートのスキルといったところ、ベア選手飛びつき W からスタートしてしまったので、レーディング難しいかなと思ったんですが、サポートのロールでしたね。サポートパンテオンです。サポートパンテオン、ソロキューだと非常に強いですが、このところどうなりますかね。これいつも通りこう、トップレーナーがいて、ミッドレーナーがいて、ジャングラーがいて、でボットレーン2人じゃないですか。この組み合わせどうなんでしょうか。難しいところですよね。やはりカタリナというチャンピオンはスキルがのレベルが上がっていかないとダメージが出ないチャンピオンなので、レベルが上がりづらいボットレーンでどれだけスノーボールできるのか、キルポテンシャルが非常に高い組み合わせであればキルをどんどん取っていってスノーボールする可能性が非常に高いですが、一方でハリス選手やダロ選手もアサシン、そしてスキルファイター、ブリンクも十分持ってるタイプのチャンピオンですからね。キルを取れるのかどうかといったところが鍵になりそうですね。加えて言えば、日本代表チームは2人とも遠距離チャンピオンというところですかね。だからベア選手のパンテオンフラッシュ落ちている中で仕掛けていくのはちょっと難しいような印象もありますけどね。さあ、ジャングラーは南ラテンアメリカはレッドからのクルーグ、そして日本代表はブルースタートです。ミッドレーンのマッチアップでいうとレベル6を境にダイアナがアドバンテージ。おっと、1人だけ違いますね。セロスだけが嵐乗りの釉薬を選択していますね。非常に面白い選択ですね。これは何を意図してるんでしょやはりバーストダメージ、そしてダイアナというチャンピオンはアルティメットで飛び込んで以降戻ってこれない傾向にありますから、それを嵐乗りの釉薬でカバーしようと。
おっと、南ラテンアメリカ、クラトスが後ろに回り込んで狙っています。ここで素早くテレポートを切っているのはエビか、それともセロスなのか。さあ仕留めていった、そしてエビが間に合った、クラトスにスタンが入る。これはファーストブラッドはダラが持っていきました。日本代表素晴らしいカウンター。これでクラトス選手ジャングリング非常に苦しくなりましたね。一方でエビ選手トップレーンのところでシスを落としてはいますが、このキルアシストを取ったことによってトップレーンのレフリー以上のアドバンテージをボットレーン、そしてジャングルにもたらしましたから、価値あるテレポートでしたね。非常に素晴らしい。さあここからワードはありませんでした。クラス大きく回り込んで追い詰めていったんですが、ブッシュに入ることができませんでしたね。レンガはブッシュに入るとブリンクが使えるようになるんですが、全くブリンクブッシュに入れなかったので、敵と距離を詰める、日本チームと距離を詰める手段が生まれませんでしたね。さあそして今度はタッスルがトップレーンに仕掛けます。エリアもう煙幕は使ってしまいました。煙幕から出たその瞬間を狙いに行くのはエビとタッスル。さあフラッシュインからスタン狙っていきます。タッスルが逃げ道は完全に封鎖している。さあフラッシュイン、エリアもフラッシュアウト。もうそろそろもしかしたらこれは煙幕のクールダウン上がるでしょうか。いやここは間に合いませんでした。エビのキルになります。これでエビ選手トップレーンからボットレーンにテレポートしたところで失った CS のロスというよりも相手と開いた差といったところを埋めることに成功しましたね。そしてダラレベル2でロームですか。赤ワフ持ってトップレーンにまあサポートではないですからね、うん、もうこのロールでは、あ、このモードでは。そうですね。さあトップレーンの先ほどのリプレイです。ここはできればスムーズに取りたかったところですが、このキルを取りに行く間にかなり、CS をたわに吸わせてしまいましたからね。経験値はある程度拾えてはいるでしょうが、ちょっとここもったいなかったと。エラ選手の逃げ方は非常にうまかったですね、まあ、かなり時間は稼がれてしまいましたね。まあ、ただキルは取れたので、悪くない結果になっていると思いますね。さあ現在2キルを取っているのは日本代表です。ワランゲルスとベアがブッシュに隠れて日本が前に出てくるのを待っています。サモナスペルはイグナイトとイグゾーストを両方お互いに持って、ボットレーン非常に強力なサモナスペルが揃っています。ハリ選手は AP のようですね。一方でオランゲル選手は、まあ、AD を積んでますが、これは先ほどのようにガントレットに進んでいくということになりそうですね。さあタッスルは一度リコールから赤スマイトを選択しました。さあセロスにうまくチェーンを当ててダメージを出していくのはプルグです。少しタワーをもらってヘルスが減ってしまいましたね。そこにタッスルが忍び寄ります。コントロールワードも置いて視界の確保を確認しました。ただチェインを当てられてしまって、これじゃ前には進めないか。ミニオンのシャワーと強攻撃、いやただコスタッツ前に出ますか。イグナイト食らっていますが、ダブルで一応回復を図りましたね。ちょっとプルコ選手もったいなかったですね。タス選手は眼光を狙っていたのではなく、レーンをリセットさせることを狙ったような動きでした。キルできないにもかかわらずイグナイトを使ってしまったことによって、レベル6による経験値のアドバンテージを生かしたダッシュといったところを行えなくなりましたね。それを見てボットレーンでこれ仕掛けているのは南ラテンアメリカですが、返していくのはダラ。イグナイトのダメージで、ここは落ち切りました。1ストレードになります。ただかなりダラ選手のところにキルが集まっている状況になってますね。そしてカウンタージャングルを終えたクラトスがトップレーンへ、さらにはヘリアがレベル6戦後の絶世を使ってエビにダメージを返していく。エビここで前に出ると忍び寄っているクラトスが突き刺さりますが、ここは冷静に下がってリコールの判断です。さあボットレーンのリプレイ、ミニオンのアドバンテージがあるところで仕掛けられてしまったというところでもありましたね。あとやはり、ベア選手が使うパンテオンの対象指定のスタンというのが非常に強力ですね。とんでもないバーストダメージですね。ここからセロ選手が使うダイアナが装備のレベル6アルティメットを手に入れたので、ここからより積極的にミッド周辺作っていくという展開を作れると非常にいいですね。先ほどの試合を見た後だとこの展開だとまだキルが少ないなと思いますね。ただまあ競技シーンで見て7分の時点で4キル発生しているというのは多いですよね普通に考えればそうですね。そうですね。そして
ほぼすべてのレーンにキルが発生しているというのが非常に面白いですね。特にボットレーンが2対2の状況でキルが発生するというのがまず見られない光景ですから。先ほどもそうでしたが、ずっとこうお互いにキルを狙い合って仕掛け続けていますよね。柔らかいですから、キルを狙うだけのポテンシャルが非常に高いというところですね。さあセロスチェーンを当ててダメージトレードを図っていくのはプルゴです。そしてボットレーンにアルティメット白本の覚えたクラトスがスタンバイしていますが、ここはやめたようですね。タッスルもレベル6です。進化は何にするでしょうか。何にしますかね。ちょっとそれが楽しみなんですよね。そしてクラトス選手もアルティメットが手に入りました。狙ってはいるようですが帰る判断ですね。そうですね。そしてお急進化ですね。これも先ほどと同じですかね。同じようですね。プルゴ選手がミッドレーンのコントロールを取ってトップレーンに寄る動きを見せてます。それに対してに日本代表は気づけていないですね。セロステレポートはありません。さあ仕掛けるのはヘリア、エビトを置いていって、ここでタッスルと合流。すごいバーストダメージだ。煙幕を使って時間は稼いでいるプルゴはここに合流。さあまずは狙っていくのエビをフォーカス合わせていく。その間にヘリはフラッシュアウトして逃げていますが、そこに追いついていくのはタッスル。キルにつなげていく。さらそこにはクラトスも寄ってきていた。エビがスタンを使いながら時間を稼いでいる。タッスルはもう戦える体力がありません。これセロ選手やってますね。さあセロスが来た。フラッシュはある、フラッシュはある。さあボットレーンでダブルキル落としの、これは誰だ、一体何があったのか。トップレーンのところではセロスが一度合流してエビ、さらにはタワーでも狙うような動きを見せていますが、クラトスが待っていますよ。さあプルゴにまずはバーストが入った。プルゴはここはたまらずフラッシュアウト。セロスは追いますが、ここは間に合いません。タワー下でまずはエビが倒れます。さあ取り残されてしまったセロス、この後どうするか。反転を狙うのか、ダメージトレードを狙ってみる。ただプルゴも狙ってますよ。ブラストコーンが待っている。さあここでうまく使った、逃げることができて、そこの先を読んでクラトス動いていましたが、タッスルがここで合流。反転です。1キル返しました。ただもう一度今度はヘリアが狙っている。フルヘルスです。狙っていくのはセロスです。そこから反転していく。素晴らしい判断だ。42残りヘルスですが、これはさすがに逃げられない。ヘリアのキルになる。そしてミッドレーンではタッスルがベアに捕まった。これはアルティメットを使ってベア寄ってきていましたね。いやーキルゲームです。キルゲームですね。そしてボットレーンでの2対2の状況ですね。飛んだはランゲルス、とんでもないバースト出してますね。ダブルキルを持っていた、誰が持っていかれたんですね。やはりカタリナでスロータス。これセロ選手としては Q を当ててからアルティメットのクールダウンキャンセルするような動き狙ったんですが、 Q をフラッシュで避けられてしまったのでアルティメットキャンセルできず、プルコ選手を追えませんでしたね。ただこの後しっかりとタス選手が寄っていたというのが大きかったですね。さらにここでプルゴ選手までキル取れたというのが本当に大きかったですね。ここからよく反転してキルが取れるというその一瞬の判断ですよね。右のところでしたね。これで嵐の誘惑が生きて逃げ切れるかなと思ったんですが、そうは簡単にいきませんでしたね。そしてボットレーンからベアーかと。さあこれでキル差はお互い6対6と並びました。グローバルボールのほとんど差がありません。そしてエビが前に出たと、今度はクラトスが待っていました。グランドスカイホール、一体なる空洞で、これはエビ逃げられるのか、逃げられるのか、倒したら追うことができない。タッスルゴール、エビ生き残る。セロス選手がやってますね。さあセロスもやってくる。今度は有利になったのは日本代表だ。まずはヘリアを狙っていく。絶影を使ってヘリアなんとか逃げようとします。そんなわけにはいかないよと。そしてエビが飛び込んできたクラトススタンを使って綺麗にコンボを決めていく。ダブルキルを持っていくのはセロスです。ミッドレーンのファーストタワーを狙った動き、大ダラ選手がカバーしようとしますね。ただそこベアに捕まりました。すごいダメージがベダラに打ち込まれていく。そしてハレッジが合流していますが、イグゾスを使ってそれを阻害するような動きです。ただそこからベアをチャームでしっかりと捕まえている。さあ味方は寄れるでしょうか。後ろからゆっくりとワランゲルスが来ているのが気になるところですが、残りの 1v1 どうする。大叩くイブス、ここはハレッジの軍配が上がります。ただワランゲルス、それを逃がすわけにはいかないと襲いかかります。素晴らしいチャーム。ミッドのファーストは守れています。スキルのアドバンテージを取れてますね。さあキルサー66のところから7対10と日本が広げていきました。本当に1分1キルペースを超えてますね、合計で。やっぱこうなるんですね。このゲームあれですね、キルのカウントをしていくと面白いかもしれませんね。そうですね、ここよく逃げ切りましたね。アイテムをヘクドリンカに変えていたというのが非常に大きかったですね。ヘクドリンカ自体が
ファイターが持つようなアイテムにある程度リメイク、ヘクストリンカーというよりもヘクストリンカー進化先ですか、バルモティーズがそういうような形でリフェクトされたんですが、この段階ではしっかりできましたね。そのままスロスのダブルキル。一方でミッドのファーストダウンをやってくるところに対してダラ選手がカバー入ったことによってミッドを守れたというのが非常に大きかったですね。キルこそ取られてしまったもののと。さあタッスルが捕食の本能を呼び覚ましてクラドスに襲いかかっていく。キルをつなげていくのは日本代表。かなりこうじわりじわりとミッドレーンでアドバイント作り始めてますね。さあ強気に強気に前に出ます。タワー範囲外であることをしっかりと分かった上でのブリンクインでしたね。ここから本来であればドラゴンのコントロールを狙ったりだとかタワー狙っていくという動きがあるんですが、まずはキルを取らないことにはちょっとあまりにもオブジェクト狙うには危険なのでとんでもないバースト。ワンコンボで体力7割ですか。レベルのアドバンテージも2取っていますね。相当トップ中心に、アドバンテージキルのアドバンテージ作っていってましたからね。なぜこうまでレベル差がつきやすいんでしょうね、このゲームモードは。やはりこうアサシン自体がウェーブクリア能力に欠けている、さらに非常に柔らかいのでこういったミニオン軍に体を寄せることができない、経験値を吸うことができないというのが大きいと思いますね。タンクであれば無理して CS 吸えるんですが。さあガンブレードのアクティブから狙っていたのはワランゲルスですが、ハーレッジゾニアが完成していますから余裕はあります。そしてここで少し膠着状態になってますね。ドラゴンを触ろうにも敵を倒さない限りはちょっとドラゴンを触りに行くのが非常に怖いですから、まずはキルを狙っていくという動きが重要ですね。どこから狙いますか。キルポテンシャルが非常に高いのはトップレーンとそしてミッドレーンであるのは、全て高いですか。まあアサシンしかいませんから ね、 そうですね、相手も柔らかいですから。ただミッドのファーストタワーがかなり削られていることを考えると、おミッドのファーストタワーに、ミッドのファーストタワーを守るのを優先した方がいいのかなと思いますが、おミッド狙いましたね。これは、相手のプルゴ日本代表が4人でですね落としています。そしてヘリアとタッスルの 1v1、 煙幕を使って時間を稼いでいるのはヘリアです。これはタッスルに逃がしません。フラッシュインからの Q。 そしてミッドレーンのシージをしているところベアが守りに入りますが、これは一人では対応できないでしょう。おっと偉大なるクールを使ってミニオンウェーブのクリアを狙っていますが、さあ飛び込んだ。さらに後ろからクラトスがアルティメットでやってきていた。一瞬でこれはダラがダウンしました。ただその間にベアもダウンしています。そしてミッドのタワーを破壊していくのは日本代表。一方で、南ラテンアメリカ代表はボットのファーストタワーを破壊していますが、タワーの数でいうと LGL 側の方が取ってますし、さらに、タワーのファーストブラッドを取っていますから非常に価値のあるものになってますね。そしてこの後マウンテンドレイクに触っているのは南ラテンアメリカです。しかしどうなんでしょう、インファーナルドレイク以外にドレイクの価値があるのかどうかというところですよね。普通であればこうキルが発生しなくてもオブジェクトを取られることはありますよね。この場合ってまずないと思いますね。キルが発生しない限りオブジェクトが取れないでしょうから、それとやはりインファーナルというのが一番価値が高いのかなという感じがします。しかし、ドラゴンが取れればエルダードレイクの価値がどんどん強化されていきますからね。さあセロスが仕掛けられたところに一斉に寄ってくるのは日本代表です。ダラのスネアが光ります。そのままキルはダラに入ります。そして後ろで待っていたワランゲルスをセロスは逃がしはしない。一瞬のバーストで落としきる。2キル獲得は日本です。ミッドに入りそうですね。さあベアにスネアが入ったところにエビが CC チェインを合わせていきます。一瞬のバーストで本当に人が消えていくというべきでしょうか。1秒も持たないですね、スキルが当たると。そしてこの威圧力です、近寄ってきたら倒しますよとエビの背中が語っています。さあミッドのセカンターを破壊は日本代表。そしてハレッジがボットレーンをしっかりと押していました。ここだけなんだかサモナズリフトらしい光景です。そうですね、ゆっくりと、ただ細かいところでサモナズリフトで非常に重要な基本的なスキルといったところは生かされてますよね。このままボットレーンのタワーも破壊できそうですね。
さあ残りはミニオンに合わせ、おっとここは一度下がりますか。無理はしませんでしたね。クラトスもアルティメット使っていましたから、しっかりと日本、リスク管理をして下がっていきました。ただこれで17分40秒というところで5000ゴールド近く有利を取っているのは日本代表 LJL です。先手が取れればほぼ確実にどんな集団戦でも少数戦でも勝てるのは間違いないと思いますが、一方で逆に先手を取られてしまうときつい、この差ゴールド差があっても厳しいですね。ほっと仕掛けていくのはタッセルですが、その間ブルゴが素晴らしい反応を見せていく。一瞬でクラトスがタッセルを落としてきます。そして後ろからはワランゲルス、今度は先手を取ったのは南ラテンアメリカです。視界奥の視界がなかったので、相手が南ラテンアメリカ代表があれだけ集まっているという情報がなかったのでどうしようもなかったですね。一つ返していきました。先ほどのリプレイです。先手が取れればと申し上げましたが、さすがに3人の中に飛び込んではどうしようもないですよねいや4人でしたか視界がない状況でしたから、本当に多数選手がすると、あ、やっちまったなという感じでしたねすぐにこうアルティメットを使って逃げようとしたんですけどただ飛び込んだ瞬間にベア選手が対象姿勢のスタンを決めてましたから、もうどうしようもなかったですね。あとちょっとアイテムが先ほどとまた違って面白いですね。ドニャーがかなり多く買われていますね。そして南ラテンアメリカ代表のヘリアも買いそうですよ。やはりこういったバーストダメージが豊富な構成だと一瞬でもバースト避けれる、そして月のクルダウンが上がるのを待てるドニアというアイテムの価値が高いということだと思いますね。さあボットのファーストタワーをセロスが破壊していきました。ベア偉大なる空路で止めようとしましたがそれは叶いませんでした。そしてタッセルがすぐさま反応、ヘリアを一瞬で落としきっていくのは日本代表、ハレッジのチャームも光りました。キルショットの精度が入ってかなり高いですよね。非常に重要なシーンでチャームを当てているというのがこの試合何度もありますからね。結構オートアタック者ね、シビアとかのイメージが強いんですけど当てますね。かなり当てていきますね。さあ日本代表が入ってくるところを待っているでしょうか。2人体制で誘い込むような形を取っているのは南ラテンアメリカです。サイトストーンが買えないのでやっぱりそうですよねそうですよね。ここのこういったベイトというのはかなり強力ですよね。さあクラトスの狩猟本能から日本代表の位置は見えている。どのように仕掛けていくのか。ただ日本代表もしっかりと集まってグループアップしていますから、クラトスもここは悩みどころです。ボットのビッグウェブができているのでちょっと動きづらいですよね。ここは一度仕掛けていくのはやめました。南ラテンアメリカはグループアップしてトップレーンサイド寄っているでしょうか。そして、先ほどのありませんがバロンはもう湧いています。これだけ視界を取られているとちょっと厳しいですね。さあタッセル後ろに振り込むような動きですが、これはバレてますよ。そしてエビが偉大なる空路でトップレーンに飛び込んでいく。ただその間に一瞬のバーストでタッセルがダウンです。エビもフラッシュアウト。ただハレッジもスピードラッシュを使って援護に入ります。そしてまたしてもチェインを当てている。素晴らしいスキルショット精度だ。ただベアも負けじと1切り返していきます。そしてそこにプルゴが参戦。いやここかわしていった。プルゴのチェインをかわしているのはハレッジですが、2本目のチェインが当たってしまったか。再演を使ってここはなんとかダラが再演を使って今助けましたね。相手の時間を使わせました。そしてキルを持っていくのは日本代表。そしてセロ選手ボットレーンでこれ1対1勝ってますね。そしてフラッシュインからベアは逃がさない。テレポートで寄ってきたと今ので2-4トレードですかいやセロ選手ボットレーンでワランギラ選手を倒してからテレポートでトップレーン参加、しかも体力がほぼマックスな状態でしたね。これタス選手の動きはすでにバレていた。まあ柔らかいので耐え切ることができませんでしたね。もちろんバーストダメージが非常に高いので苦しかったですが、しっかりとハレッジ選手がカバー入ったのは本当にここ見事でしたね。もうチャーム当ててますからね。はい、そしてあこれがボットレーンのセロスですね。でここからテレポートで参加してくると、ハレッジ選手がドニャを使って、しっかりと相手をギリギリまで我慢して誘い込んだというのが非常に見事でしたね。そして最後セロス、ベアの見えているかような動きでフラッシュインからキルをもぎ取っていきました。逃げ切れなかったかみたいな感じの表情でしたねさあそしてまたしても仕掛けている。これはまずキルを取っている。これも日本代表ですね。ベアがダウンしています。ダラがプルゴのチェーンに捕まっています。そしてさらにクラトスがそこにダメージをつなげるわけです。孤立したクラトスに対してタッセルとセロスが襲いかかる。たまらずフラッシュアウト。そしてインファーナルドレイク、インファーナルです。これは重要視している。しっかりと獲得していくのは LJL 日本代表。
1試合目2試合目で初めてドラゴンファイトが起きましたね。やっぱりインファーナルだったからですかね。だと思いますね。やはり非常に価値が高いということだと思いますね。さあプルボがこれは後ろからやってきて、セロスにまずはチン当てて、そしてタッスルは貪欲にキルを狙っている動きです。孤立した相手にはめっぽう強いカジックスを使っています。これを見て一度ラテンアメリカも下がりますね。さあドラゴンの集団戦、ドラゴンファイトですね。明らかに形としてドラゴンファイトと言って差し支えないと思いますね。ドラゴンファイト、ドラゴンを取る前にやはり1キルを取って、それでアドバンテージを作っておきたいというような動きでしたね。しかしクラトス選手のバースト、プルゴ選手のバーストといったところ、特にクラトス選手の動きを読み切れませんでしたね。ただそんな中でも、それでに不利な状況でもドラゴンを確保できたというのは非常に大きいと思いますね。さあ23分6000ゴールドの有利を取っているのは LJL 日本代表です。そしてクラド選手がナイトエッジを買ってますね。やはりアルティメットで距離を詰めやすいというところも含めての買い物なんですね。さあまずはダラが捕まりました。クラトスナイトエッジのアクティブを使ってシールド発生してアルティメットまで使用していますが、これはどうでしょうか。仕掛けるか、ダラに狙いをつけていましたが、ここチェインは当たりませんでした。でテレポートが上がっているエビ選手をボットレーンに送り、テレポートが上がっていないセロス選手をミッドのコントロールといったところに任せてますね。さあミッドレーンのセロスを狙う動き、セロスフラッシュはありません。フラッシュはないのでプルゴを落とす判断、一瞬のバースト燃えるようなダメージです。そのままシャットダウンを持っていってダブルキルでしょうか。さらにはエビが加わって日本代表が止まらない、エリアもたまらずフラッシュアウトです。さらここにスローが入る、ガンブレードのダメージを嫌がってタスル一度下がりますが、それでも3キル持っていったのは日本代表。セロス選手 95% ぐらい一人でプルボ選手の体力持っていきましたよね。最後ダラがオタダックでという感じでしたか。本当にギリギリのところ足りませんでしたね。おっとベアの願いを込めた偉大なる空路は間に合いませんでした。バロン獲得は日本代表です。このアサシンモードでのダイアナがちょっと OP と言ってもいいのではという感じがしますが、これは通常で考えればわお無理ですからね。そしてこの後クラトス選手の体力削り切ってますから、ダイアナ帝チャンピオンアサシンに分類されてますが、 W のシールドによってある程度の耐久力があるんですよね。そしてシールドが AP レシオで上昇していくので、他のアサシンと比べるとちょっと硬いファイター気味なタイプのアサシンでもあるというところも影響しますね。さらにビルドもかなりセロスタンキーにしていますね。アビサル、ゾニア、そしてこれはリライクリスタルですか、セプター、リライクリスタルセプターですかね、に行きそうですかね。シールドというステータスと、アーマー物理防御とマジックレースと魔法防御というステータスが非常に相性がいいので、こういったビルド自身のダイナの性能を底上げするだけでなく、硬さといったところも手に入りますね。さあバロンバフを獲得した日本代表、 CG 能力をいわば得たわけですよ。どこを狙いに来ますか。狙いたいのはやはりボットレーンになると思いますね。テレポーターを持っているセロス選手はトップレーンを押させて、他はボットレーンを中心にということになりそうですね。さあただクラトスがアルティメットを使って偵察していますね。相手はどこだという形、ナイトエッジのシールドはもうなくなりました。私も日本代表捕まえることはできませんでした。かなり警戒しましたね。その間にこのナッシャードトゥースを買ったダイアナはスプリットプッシュ非常に強いので、何かしら1人を対策を置かないといけないんですが、1人ではどうしようもないですから、2人3人置かなければいかな、タワーしたといえどもキルを取られてしまう可能性がありますよね。しかもタワーを叩かせると早いんですよね。相当早いですね。オタタック3発目のパッシブがタワーにも乗りますから、タワーのコントロールといったところも非常に得意ですね。さあセロスはまだ合流していません。テレポートはあります。さあベアの偉大なる空路からエンゲージを狙っていくのは南ラテンアメリカ。まずはプルゴ一瞬で落としていくのはエビ、いやこれベアを落としましたね。1キルダウン、ヘリアはゾーニャを使って時間を稼いでいます。1キルダウンしての南ラテン、そしてテレポートでやってきたセロスが暴れていく。プルゴの H 体力が、そしてワランゲルズの体力が一瞬で持っていかれている。さあ月下美人は、月下美人のスタックが上がるのか、いや最後は9で持っていった。やはりセロスのダイアナが暴れていく。そしてそのままクラトスに、この役もクラトスは太刀打ちができないという判断だ。最後を持っていくのはタッスル、4キル獲得、日本代表。
バンをしてもいいのではという感じがしますね。ダイアナもちろんセロ選手のプレー素晴らしいですが、レボロさん残念なお知らせです。バンないんです。ないんですよね。おっとだら無理をしすぎたでしょうか。ゾーンに扱って時間を稼いでいる。そして生き残るのか。いやさすがに許されなかった。ただタッセルが守りに入ってもう1キル獲得することには成功しています。まだバロンは残っているぞ。さすがにちょっと厳しいですかね。一度バックプルコのチェーン当たっていません。ヘリアが追いかける形ですが、またしてもハレッチのチャーム素晴らしいですね。素晴らしい、美しい。こういったアサシンモード見てわかるようにブリンクがもブリンクのあるタイプのチャンピオンが非常に豊富な戦いなんですが、スキルショットを的確に当てていってますね。いや本当に普段は見られないハレチの違う一面が今見えてますね。見えてますね。このエビ選手が、こう単純に下がる判断をするのではなく、ブッシュに隠れて先にスタンを相手に当てたというのが非常に大きかったですね。おっとまたしてもインファナルドリック触ってますね。インファナルドリック2アタック2つ目、15% 16% ですか。 AD と AP が上昇する、相当強力ですよ。さあ日本代表との追い風となるドラゴンバフ続いています。さあ先ほどの集団戦のダメージの量ですね。合計でセロ選手のダメージが、南ラテンアメリカ全体の合計を上回ってましたね。パッと簡単に計算した形だと。あと多分ですが受けたダメージ量もズバ抜けたものになっていると思いますね。そうですね。シールドの能力が非常に高いですからね。セロス11キル2デッド9アシストと凄まじいスコアになっています。ハレッチ選手が3キル1アシスト13アシストと、あ3キル1デッド13アシストといったところ非常に、スコアがいいですよね。さあ業務の霊剣のアクティブから南ラテンアメリカを追いかけるのはエビです。ここは下がることはできています。すでにグループアップしている。ボットのインヒビタータワーを破壊しているので、まあ、ボットを放置して他のレオンプッシュしていくという判断してますね。さあグループアップしてトップレーンでの睨み合いです。睨み合いになりますかね。どうでしょう。多分ならないと思います。ならなそうですよ。さあ偉大なる空路からベアがまずはセロスを捕まえたが、セロスはダウンしない。ワランゲルスが飛び込みましたが一瞬でそのまま持っていくのは日本代表。そのままの混戦状態。ただこれは圧倒的に日本がよりは、あっという間に南ラテンアメリカが消えてしまった。エースを獲得は日本代表 LJL。AOE 構成でもないのに30分で一瞬で集団戦が終わりましたね。集団戦の時間があまりにも短い。3秒もありましたが、3秒か5秒ぐらいでしたね。さあそのままネクサスを叩き割って IWCA2016 Day2 待ちつつ勝利したのは日本代表です。いや日本代表が勝ったのもあって非常に面白い試合でしたが、キルゲームが凄まじいですね。まあ初め少しおとなしかったですよ。ただ、まあ、変わらないようですね。そうですね、まあ、おとなしいといっても2対2のボットレーンのレーニングフェーズであれだけキルが起きるというのはまずなかなかないアサシンモードならではという感じもしましたからね。さあ日本代表南ラテンアメリカの面々と固い握手を交わしていきます。その表情は朗らかですね。ハッスル選手が相当喜んでましたね。だからこうやっぱりタッスルの喜びをというのがなんか印象的ですよね。そうですね、なんかこうチーム全体の盛り上げ役になっているような印象もありますね。ツイッターだとねちょっと緊張したというツイートしてましたね。そうですね、あの先ほどのインタビューでは1対1緊張しますかって言われて緊張しないって言ってたんですけどね。直前になったら緊張したようでしたが、ただ最後あの勝った後こうね駆け足でチームメイトの元に戻って行っていたのも印象的でしたね。喜びをそういったところの感情をしっかりとポジティブな時にポジティブな感情を爆発させるだけでもこうチーム全体盛り上がりますからね。そういったところでやはり、チーム全体の火付け役になっているのは間違いないと思いますね。さあこれで日本 3-0 です。全勝ですよ。非常にスムーズな形で大会を勝ち進んでますよね。そしてこの試合も全員がこう活躍して、非常にいい形で試合進めていったというのは間違いないと思いますね。ボットレーン2対2のところでちょっと苦しいかなと思ったんですが、しっかりと返していってますし、トップレーンの、エビ選手のテレポートでボットレーンにすぐさま序盤3分前の時点でボットレーンにテレポートしたあの動きも非常に見事でしたからね。
こうやっぱりいつもと違うチャンピオンを使っているというところで、こう見ているとなんかやっぱ違うのかなと思うんですけど、そういう違いがやっぱいい面で見れますよね。特にハレツ選手のスキルショット、チャームの精度の高さが飛び抜けたものもありましたし、ただ一方で、トップレーナーとして、現在のトップレーナーとしては非常に重要なテレポートのタイミングというのをはしっかりと活かせていたエビ選手の基礎スキルの高さといったところも見えましたよね。インタビューですね。Draft. You guys prioritized Ari. What was the strategy behind that?今回おめでとうございます。で、今回の構成として、アーリーを優先的に選んだと思うんですけど、それってどういう、プロセスで考えられたんですか？もともと自分が ADC でレンジチャンピオンをやりたかったので、アーリーを選びました。Well, as an ADC, I believe I have to play a range champion, and that's what I'm used to, so I went for Ari this time around. Excellent. And secondly, I want to ask about in the assassin mode, we've started to see a meta develop. You went with AP there, but do you think AD is also strong in this format? 今回アサシンモードでメタが少しずつできていると思うんですけど、AP が強いところで今 AD も可能性としてあると思いますか？今のところわかんないですけど、とりあえずダイアナがすごく強かったですね。I'm not quite sure about the meta right now, but as far as I know, I think Diana is OP in this mode. and finally, you guys are up 3-0 now in the tournament, 3 wins. How far do you guys think you can go in this tournament? 今全勝で実際あと1試合しか残ってるないか、どこまで行けると思います今後？ああ、行けるとこまで行きます。We'll go as far as we can.Excellent stuff. Thank you so much. Best of luck in the next matches, the next rounds. And now it's time to throw it back to the analyst desk with CC. ハレッジの勝利インタビューでした。行けるところまで勝ち進みたいというところですが、結構なところまで、セミファイナルといったところまで行けそうな、非常に勢いのある状況ですからね。期待していきたいところですね。どこまで行くのか非常に期待が持てますよ。ダイヤはやはり選手から見ても OP のようでしたね。見てたんでしょうね。あ、隣のセロスすげえわ。それでは続いてもう一つインタビューがあります。はい、というわけで日本代表セロス選手にお越しいただきました。セロス選手、まずは勝利おめでとうございます。ありがとうございます。いや、もうすごいアサシンモードでキルゲームですけど、まずは終わってみて印象いかがでしたか？そうですね、結構何が強いとか分かんなくて不安だったんですけど、まあ、終わってみれば結構圧勝できたので良かったですね。そんな中でダイアナを使用しましたけど、なぜダイアナだったんでしょう？あれはもう予定なかったんですけど、直前の試合でナルのダイアナが強くて、あ、みんなで、あ、これダイアナでいいじゃんってなったんでやりました。そしてリーグオブサンダーロードみたいな感じでしたけれども、一人だけ嵐乗りの釉薬を選択していました。何か理由っていうのはありましたか？まあ、対面にリブランクが来て、あ、ボットにアーリが来るっていうのは、まあ、ほぼほぼ分かってたので、まあ、レンジ相手に殴りに行けるようにサンダーロードじゃなくてストームライダーを選びました。なるほど。そして1回の集団戦でですね、相手のチームの、総ダメージを1人で上回ってるシーンっていうのが集団戦で1回あったんですけど、あのシーンっていうのはどういう感じだったんでしょうか？いや、なんかそれ多分ルブラン瀕死にした瞬間ですよね。あれなんか僕としてはもうやられるかなって思ったんですけど、なんかチャンピオンスペックが思った以上にあって、ちょっと自分がびっくりしましたね。なるほど。さあ、そしてこれで勝利としてはもう日本としては3勝、さらにはファイヤーとしても6勝2敗ですかね。今かなり有利を取ってますけれども、明日またワンフォーオールありますが、どうですか、対策というのはできてますか？そうですね、まだちょっと固まりきっていないので、まあ、候補のチャンプを何体か試して、でそれで試合に臨むっていった感じですね。なるほど。そして日本のですね、日本のコメントを私かなり放送で見てたんですけれど もうセロス選手が活躍するたびに日本が湧いてたんですよ。今かなり湧いてると思うんですけど、日本に向けてこう一言何かありますか？そうですね、じゃ あの次の明日のワンフォールも多分日本の皆さんを沸かせることができると思うので、応援よろしくお願いします。ありがとうございます。以上セロス選手でした。ありがとうございました。セロス選手の勝利者インタビューでした。体力9割以上削ったシーン、自分でも驚いたと
まあでしょうねという感じもしますね。チャンピオンにびっくりさせられてるセロスっていうのがねちょっと面白いですけど、なかなかないですからね。さらにこう直前でナル選手がダイアナを使って強くて、じゃあこれにしようと急遽チャンピオンを変えたにもかかわらず、あれだけ性能を引き出す、やはりチャンピオンプールやこうチャンピオン自体の理解の深さ広さといったところのもう垣間見えたのかなという感じもしましたね。そんな中でもきちんとこうそれを見てダイアナが強いよね、その上で相手に何が来るかまで予測して嵐乗りの誘惑を選ぶっていう、そのなんていう思考の深さですよね。見事でしたね。レンジドチャンピオン相手に距離が詰められないので、と僕はこうスキルを使ってバースト出した後に、その状況から逃げるためかなと思ったんですが、それは、サモナージフトの考え方でアサシンモードの考え方はなかったですね。飛び込んだらもうフォーカスされるんで生き残れるはずがないので確かにそうですね、こう、相手と距離を詰めるためという考え方は非常に、まあ、理にかなったものを感じましたね。いやこの調子だと明日も期待できそうですね。ただワン・フォー・オールがどういうチャンピオンピックされるのかよく分からないので、ちょっと期待したいですよね。まだ固まってないって言ってましたよね。まあ、やはりこうアサシンモードもそうですが、普段なかなかやらないモードなので準備が非常に難しかったというのはあると思いますが、今日は非常にいい形で終えられているので、この後日本代表のスケジュールないですからね、ここからこうある程度詰めていっていただければなという感じがしますね。さあ 3-0 で3日目を終えることができました日本代表、3日目も楽しみです。さあそれでは次の試合になりますが、東南アジア対 CIS およびロシアの対戦となります。それでは一旦インターバルとなりますので失礼いたします。